フェアプレー賞とは、スポーツを主催する団体などが、フェアプレーを推奨するため、選手個人、チーム、フェアプレーに貢献した人物や団体を対象に、設けている賞である。国際サッカー連盟は1970年以降のフ、FIFA フワールドカップにおいて授与するフ、FIFA フ,フェアプレートロフィー及び1987年以降の世界中のサッカー競技を対象に授与する。 フィファフェアプレー賞を設けている。フィファ参加の各地域団体でもそれぞれフェアプレー賞を設けている。日本の J リーグでもフェアプレー賞とフェアプレー個人賞が設けられており、フェアプレー賞の J1 クラブには高窓の宮杯が可視されている。国際フェアプレー委員会が国際連合教育科学文化機関の協力でユネスコ国際フェアプレー賞を設けている。 各国のフェアプレー委員会やオリンピック委員会、スポーツジャーナリストなどの推薦により、プロアマ関係なく、フェアプレーに貢献した人物や団体に贈られる。日本に関係する表彰では、以下のようなものがある。日本中央競馬会の旧社関係者表彰の一つに、フェアプレー賞があり、1980年度より表彰が行われている。年間に30賞以上し、 制裁点数が10点以下だった騎手が対象である。東西別に表彰されるが、30勝して条件を満たせば、所属は問われず、短期騎手免許で一時的に所属した騎手も過去に何人か受賞している。地方競馬では、ナーグランプリの賞の一つにベストフェアプレー賞という部門がある。2011年度の表彰が終わった時点で、 フェアプレイ賞の歴代最多受賞者は、藤田真嗣の16回であり、辞典が、村本義幸の13回、第3位が、河千代と、的場人志の各12回となっている。関東関西地方、海外。ありがとうございます。